えー、運用く外資系コンサルに転職したのですが、周囲のレベルの高さとスピード感についていけません。給料はいいのでもちろんやめたくないんですが、ひルきさんならどう立ち回りますかえっと、必死にしがみついてください。あの人間大体あの、3ヶ月ぐらいすると慣れるんですよね。あの、体力的なものは大体1ヶ月ぐらいで慣れます。で、あとノウハウに関してあと2ヶ月ぐらいやればいいので、あの、新しい場所に行った時についていけないは当然なんですけど、結構みんな普通にできるようになるんですよね。 佐川急便の配送所でバイトしてたことがあるんですけど、あの、1日で逃げる人って結構いるんですよ。まあ、どういうバイトかっていうと、ベルトコンベヤーがあって、あの、荷物がバンバン流れてきて、で、83番という数字を見たら、そのベルトコンベヤーの段ボールをこっちに移せと。 で、もうベルトコンベはどんどん動いてるから、83を見たらこっち、それ以外はこっちっていうのを、ずっとひたすら段ボールに書いてあるシールの数字を見て、で、83だったらこっちっていうのを、ずっとガッツだぜっていう曲が、リピートでかかってる状態で、24時間やり続けるっていうお仕事なんですよ。で、その日中はまあ、あの、その、なんか普通にあの、会社員の人が多分やってて、で、深夜担当アルバイトだったんですけど、要は、 トイレにも行けないんですよ自分がトイレに行ってる間に、そのラインを止めなきゃいけないんですよ。いや、その83番が先に流れてしまったら、こっちのトラックにいなきゃいけないの流れちゃったから、ライン止めて、荷物を戻してやり直しになっちゃうので、なので責任感の強い人は、基本的に文庫名はずっとやり続けなきゃいけないんですよ。トイレとかうんことか行ってると、その間ラインが止まっちゃって、他の荷物をどんどん溜まってっちゃうわけですよ。佐川急便の配送のトラックのお兄さんというのは、出来高制なんですよ。 なので、配送で荷物が入るまで待つっていうので、1時間待つと、その1時間分無駄な時間なので、もうさっさと荷物を積んでいきたいんですよ。そのなんか10代のバイトがうんこしてるっていうので、待ち回すって言ったら、トラック何十台と僕のうんこを待つことになるんですよ。で、それはさすがにできないよねっていうので、みんなうんことかおしっことか我慢しながらやるんですよ。トイレも行けないぐらいで、ずっと立ちっぱなしなんですよ。なので、 立ちっぱなしで重い荷物を動かすっていうのがあって、体力的にもかなりきついっていうのがあって、初日に逃げ出す人って結構いるんですよ。で、ただその体力的にきついんですけど、大体いい体力的にきついのって、一週間で慣れるんですよね。その人間の体って結構よくできたもんで、その最終の2日3日とか筋肉痛でずっと大変なんですけど、そ筋肉痛ができることによって筋肉がついてきて、疲れない立ち方とか、疲れないその荷物の動かし方が分かってるんですよ。 ベルトコンベアで荷物が流れてくるときに、それを体を使って引っ張るっていうのを割と素人はやりがちなんですけど、引っ張る必要はなくて、流れてくるベルトコンベアに手を置いて角度をつけるだけで、ベルトコンベアがその段ボールを押してくれるんですよ。なので、ベルトコンベアに段ボールを押させて、ただその角度をつけるために手を置くっていうコツがわかると、腕力は使わなくなるんですよ。 でも素人は割と、その段ボールを引きずり込むっていう、その腰とか腕とか肩とか使っちゃうんですよね。っていうコツがわかるようになると、その体力があるとは別に体を使わなくてもできるようになるんですよ。 その自分の体力ができるっていうのと、テクニックでそれが処理できるようになるっていう二つがあって、その二つができるようになると、割と楽にできるんですよ。っていう感じなので、その仕事って最初はすごい大変だなって思うのを、ただよく見ると、そんなに大したこともないやつとか、おっさんとかが結構やってたりするんですよ。で、そういう人見ると、どうやって手抜いてんのって思うと、あ、こういう手の行き方があるんだっていうのが分かったりするので、なので先輩とか同僚とかをよく反射するといいんじゃないかなと思います。で、今僕が言ったのって、 実は奇弁なんですよ。 あの、<laughs> 外資系コンサルでどのように働くべきかという質問に対して佐川急便の配送所の働き方を説明してるんですよ。<laughs> あの、完全に違う話なんですよ。ただこれがある程度の人がなぜ方と思うかっていうと、結局その体力とテクニックっていうものを磨くと、本当は大変だと思ったものがあまり大変ではないよねっていうのは体力がついたりテクニックがついたりすることによって変えることができるよねっていう、その本来 僕が説明したかっただ、のその、肝の体力とテクニックを学べば、その、もっと楽にできるよっていう肝じゃなくて、表面的な話をすると、外資系で働く話を、配送所で働く話で返された。こいつ何言ってかわかんないってなっちゃうんですけど、なので、あの、その、伝えようと思う肝をどう取るのかっていうのをしていただいた方が、物事の理解をしやすいんじゃないかなと思います。はい。